円ハートありがとうございます。目かゆい、目薬刺そう。怖っ、目薬の刺し方。バラありがとうございます。いいな、ハッピースタバなの。じゃあ初めのちょっとはみんなのハッピーを聞こうで、エナもハッピーになる。あ、ポニテ可愛いからハッピーで、ありがとうございます。それはシュワート飲んだの、いいな。シュワート美味しかったですか。可愛い、ありがとうございます。あ、いちごのゴロッと飲んで、みんな飲んでる。なんか可愛いとバラ、ありがとうございます。ショールーム見てるからハッピー、ありがとうございます。大富豪でハッピー、ありがとうございます。そう、なんかいちごのゴロッととシュワッとあるじゃないですか。あれなくなったらなんかいちごミルクが出るらしいですよ。なんか逆にレアらしい。なんかね、そう、両方とも完売しちゃったら出るんだって。すごいね、飲んでみたくない？なんかそういうの聞くとさ、あえてさ、それを飲みに行きたいけどね、いちごミルクが好きじゃないんだよね。なんか最近流行ってるいちごミルクありません？ファミマですっけ、あれ。そう、なんかそれが流行ってるらしいけど、全然飲みたいって思わなくなって。なんかね、そういちごミルクに魅力を感じない。そう、ギドシー最近ちゃんとね、あ、スタバってジュースなのか、ジュースにね、あの目をつけなくなった。バラありがとうございます。あ、そう、カリフツたっぷりのやつなのかな、知らないけど、スタバがジュースの範囲に入るのか分かんないけど、そう、最近ね、ジュースを飲みたいっていうのがね、なかなかなくなったよね。わかる、甘いのね、飲めないんですか。でも飲もうと思えば飲めるの。あ、スタバはおやつ、ほんと？スタバは何飲む？エナはだから抹茶クリームフラペチーノのチョコチップ追加が一番好きで、なんかね、この前ね、美味しいレシピを発明したんだよ、冬に。だけど忘れちゃった。なんだっけ、冬にめちゃめちゃスタバ帰りしてたの、毎日のように。それでめちゃめちゃ太ったから、みんな気をつけてほしいんですけど、本当に。けどめっちゃ美味しくて、毎日のように飲んでたの、それを。なんだっけな、でもね、あったかいやつ確か。ちょっと待って、バニラクリームフラペチーノ飲んだことないよ。そう、カロリー高いですよね、スタバのアプリが。いつからあった、ちょっと待ってね、メニュー、オーダーってとこか。え、これオーダー履歴とか見れちゃうんだね、すごい。なんだっけな、カモミールティー好きって言ってたよね。カモミールティーだった気がする、エナが好きなのはね。
ね、なんかユズストラスティーだっけ、美味しいらしいよね。やっほー。あとね、なんだっけな、あ、そう、スタバのカードあるじゃん、あれは誕生日プレゼント向けだと思う。すごい、エナは。そう、あれおすすめだと思う。誕生日プレゼントに困ったらエナあれあげちゃう、スタバカード。なんかスタバって誰でも好きくない？なんか困らんだから。ココナにあげたかな一回。持ってる、エナもそう、2枚持ってるんですけど、カードなかなか使わない。なんかさ、カード登録してアプリまで入れたけどさ、なんかさ無理なんですよね。こんばんは。コベの次によく行くスタバ？でもカフェとかだったら一番行くのスタバかな。何がある？あ、ドトールとかそういう系か。でも行かないな、なかなか。コバありがとうございます。あ、そうでね、エナの今日の小さな発見っていうか、新しい美味しいものを見つけたんです。ちょっと爪が転がってるから。そうで、なんだっけ、あ、そう、豆腐サラダを今日の夜ご飯に食べたんです。で、豆腐サラダ食べてドレッシング何かけようと思って迷ってたので、ポン酢、ゆずポンかけたんですよ。そしたらそれがね、マジで革命的に美味しかったよ。だからみんなに食べてし、ゆずポンのなんだっけ、今、あ、豆腐サラダ、めちゃめちゃ美味しいよ。ママとびっくりした。ちなみに今日の夜ご飯は肉じゃがでした。けどじゃがいも2つしか食べてないです。えらい。めちゃめちゃ相性良かった、美味しかったよ。なんかそのゆずポンがなんか餃子とかに、焼肉とかにもって書いてあった。めちゃめちゃさっぱりする。もうエナはね、あの筋トレをしたいんですけどね、やる気が出ない。どうしたらいい？みんな、なんかそういう日ない？なんかもう一日サボるとやばい。一緒にやる？ゆるきスイッチマジ欲しい。でも今日したんですよ、学校で筋トレって思っちゃって、やんなくていいやって思ってるっていう自分がいるよね今。ファイトありがとうございます。やばいの本当に今日マジ、腹筋しすぎて筋肉割れるかと思った、腹筋割れるかと思った。体育のあれなんていうんだっけ、上体起こしやったんです。すごくない？30秒で29回やって10点取りました、体力テスト。めちゃめちゃ今腹筋痛い。嘘、そこまで入ってないけどなんか筋肉痛な感じがするよねって。ね、1秒で1回すごいよね。でも自分で自画自賛したもん。こんばんは。
でもエナは一番得意なの反復横跳びだよ。だから今日はエナの筋トレも腹筋を飛ばします。え、上体起こし知らんと？知らんと？とか言った知らんの？腹筋なんだけどさ、上体起こしって言わんのかな今の。ずっと上体起こしって言ってた。腹筋です、腹筋。いい、初めて知った。言うやんな。お手本は見せれません。ヘナはヘナはできません今。え、マジでね、すごいね、夏だからかな、体力がマラソンのつまでした。博多弁燃えました。え、なんかね、いろんな弁混ざっちゃう。なんかたまにね、関西弁使ってるねって言われるし、腹筋限界です、ごめんなさい。今日はだから体幹鍛えよ。今日は楽するコースするね。じゃあひまれたる、ほんとひまろうか。今笑うと全然腹筋痛くない、多分いけるで。どうなんだろうね。でも明日起きんの怖いよね、そう考えると。なんだっけこれ、ミラーボールありがとうございます。スパルタコースをすると、エナは土日はスパルタコースやってた。今週の一番きついのが腹筋20の2セットと腕立て20の2セットとってやつが一番きつい、本当に。バラありがとうございます。でもね、なんかそのダイエットしますって言ってた時から痩せるは痩せるの。いや、だってこんばんは、アーシャかわいいですねって。ありがとう、初めて言われたよってぐらい初めて言われた。あのアーシャをかわいいって思ってくれる人がいるなんて嬉しい、ありがとうございます。あれすごい顔してるよね、嬉しい、ありがとうね。エナは部活はやってませんよ。え、実物が可愛いって言われやすい人だよ、エナ。とか自分で言ってめちゃめちゃ恥ずかしいんだけど。でもやだね、こうやって言ってハードル上げちゃうみたいな。ちょっと前言撤回しとく。エナに恋心が芽生えそうな火曜日です、ありがとうございます。どうも、それはうれしい、芽生えていただいて。それは確かに握手会で確認してください。なんかいつも言われる、初めて来た方に意外と顔ちっちゃいですねっていう言葉実物だと顔ちっちゃいんですねって言われる。あとなんだろうな、言われやすいのなんだろうね、うん、それが一番言われる。
だからそんな画面と違うんだって思った。あーそれも言われる、意外と背が高いですねって。なんかあれだね、背高く見られてるよね。あ違う、背低く見られてますよね意外と。なんか顔見たらさ、ちっちゃそうな顔してるよね。かわいい、ありがとうございます。今は身長160センチです、多分。まだ1回しか握手いけてない、全然これから、これから。あと持ってないですよ本当に。身長高いんで。あそう、それは言われる、劇場だともうちょっと身長高そう なのにみたいな。意外とプロフィール見たら低いんですねとも言われる。なんか劇場ってでかく見れる効果があるのかな、いろんな人に言われるんですよね。迫力ってものかな。あ、止まった。嘘、そんなないよ。165は盛りすぎちゃう。あら嬉しい、足が長いから背が高く見えるの。そんなことあるか。あ確かにね、ヒール履いてるから。あだって友人があいなちゃん推しだけど、僕は握手未体験でごめんなさい。全然いいよ、好きになるタイミングは人それぞれ。なんか違うな、ここ抜いちゃえ。スラッと見えるときあるよなってことは、見えないときもあるってことだよね。いやん、あ確かにギミちゃん小柄だよね。えなちっちゃいもん。あとおつむこはえなでかいなって思ういつも。会ったときに、あマコピってこんな高いんだって思った前。なんか低そうな顔してんのにね。あ抜きすぎちゃった。おつまこ多分えなと一緒ぐらいの身長してますよね多分。分かんないけど、あおみはえなよりもうちょっと高い。みっちゃんはキミ、キミキミと一緒かな。いやユッチと一緒らしい身長。モモタンがやばい最近、ボーンってでかくなった。えなた SK1 の美脚だと思う。ありがとうございます、嬉しいんだけど、ちょっと美脚極めるわ。あね、悩ん顔やばい、ちっちゃいよね、羨ましいもん。なんかもうこんぐらい、こんぐらいキュッみたいな。ひめたんがめちゃめちゃでかい。そう今足きれいになりたくてね、足に磨きを入れてるんですよ。なんかやっぱハゲてんな自分。最近気になるんですよねポニーテールすると。さあちっちゃいね確かに。あと誰だろう、キャノンティーもでかいよね。あと誰だろうな、中坂とか今この期間にめちゃめちゃでかくなってそうなイメージ。確かにココナはどれぐらいなんだろう。ココナ
エナと一緒じゃない、それこそちょっと低いか一緒ぐらいかな。キューキー身長高いって言われてますよね。なんか10期の子が割と身長低い気がする。可愛いって思う、なんか身長低い子って可愛いなって思う、そういう時に。ゆめたんとももたんスタイルいい上に身長が高いからね、すごいよね。ゆめたんの圧がすごい、身長がでかいから。でもいいよね、あれぐらい高いと羨ましいけど、えなもね、もうちょっと低い子がよかった。でもこれぐらいがちょうどいいかな。確かにももたんとゆめたんに囲まれたらえなもめちゃめちゃちっちゃく見えるもんね。まあちょうどいいか。なんかさ、男の方から見た女子の憧れは、憧れっていうかいい身長は159とかじゃん、あ87ぐらいだと思ってんの、えなはね。でも女は160ぐらいが好きっぽい。わかんない、えなの友達が言ってた160は羨ましいみたいな。なんかやっぱだからそれぐらいがいろんな人から見てちょうどいい身長なんかな。ね、ちょうどいい身長ですよね。う？あ、確かにある程度さ身長はあった方がね、服の選択肢は増えますね。それはもうなんか160っていい感じな身長だし、なんか服とかもちょうどいい感じのサイズが多い気がする。なんかでも丈合わないのはよくあるけど、えなは今目指してる足はスキニーが履ける足っていうのを目標に頑張ってます。くしゃみ聞こえた？恥ずかしすぎん？ママですね。あ、今くしゃみがあってママが言った声も聞こえたしね。ママ声でかすぎる。じわるんだけどとか言ってるんだけど、面白い、笑ってますね。声量お化けすごい、さすがだわ。え、学校でくしゃみしたらあだ名がジジイになった。多分見てますね今。犬の鳴き声じゃないわ。なんかめちゃめちゃくしゃみがね、おじさんみたいなくしゃみするねって言われた。なんかたまたま、なんかいつもくしゃみ止める人なんですよな。止める、うん、なんか、うん、止めかける人なんだけど、なんかその時だけめちゃめちゃしたの。そしたら見られてて恥ずかしいってなるやつない、そういうの。じゃあえなの今のからの予想するわ。1階に、今2階で配信してるんですよ、えなの部屋でね。1階にいつも降りてったらママにね一言言われる。今日はくしゃみ聞こえてた、ごめんって言われるっていう予想する。え、わかる。
外からくしゃみ聞こえますよね夜っていうママに言われるって予想する。当たったら何もしない。うん、なんかしようかな、何もしないけど。確かにこれ見てたらね別のこと言っちゃうよね。まあ答えはムバメに書きたいと思います。マジなんて言われるだろう。なんかいつもねお疲れって言われるけど、そうそうそう、今日もねお姉ちゃんとママと3人でカンドラを見ました。楽しかった。え、なんかそう映画を見てる今だから、そう映画を見て今日も寝たいと思います。もうすぐ時間だい。あのなんだっけ、ネットフリックス見てます今。あ、昨日ね寝落ちして朝起きたら充電 20% しかなくて焦ったよね。びっくりしたよ。でモバイルバッテリーの充電もなくて 2個中の2個しかなくて、もうやばいと思ってそれ持ってたけどなんとか生きた。今日は頑張りたいと思います。危険だよね。めちゃめちゃ焦んない？そういう時もう朝から必死で充電してたの。だから今モバイルバッテリー充電してる。見て、パタラーン充電器多すぎ。そうなんかねこれすごいの、このモバイルバッテリーコンセントついてるやつだからさ、コンセントのやつを挿したら充電してくれるの、すごいマジでって思った一品でした。ありがとうございます。そうなんか充電コードのやつをわざわざ使わなくても充電してくれるっていう。だからこの携帯を充電しながらでもこのモバイルバッテリーは充電してくれるということで、本日もショールーム終わりたいと思います。お高いんですかね、知らない、パパが買ってくれました。ということで今日は軽くだけお部屋の掃除をして寝たいと思います。バイバーイ